前世紀一郎の成績、なんか変、21。380、53本、54打点、29盗塁、210安打、22。342、25本、80打点、49盗塁、179安打、23。356、16本、84打点、35盗塁、193安打、24。340、57本、91打点、39盗塁、185安打、25。350、83本、71打点、11盗塁、181安打、26。343、21本、68打点、12盗塁、141安打、27。380、72本、73打点、21盗塁、153安打、28。358本、69打点、56盗塁、242安打、29。321、8本、51打点、31盗塁、208安打、30。312、13本、62打点、34盗塁、212安打、31。372、8本、60打点、36盗塁、262安打、32。335本、68打点、33盗塁、206安打、33。329本、49打点、45盗塁、224安打、34。351、6本、68打点、37盗塁、238安打、35。316本、42打点、43盗塁、213安打、36。352、11本、46打点、26盗塁、225安打、37。315、6本、43打点、42盗塁、214安打。全盛期長ない？未だ2元メジャー最高打率王者なんくさ。メジャーでも10本打ってるって、日本のパワーヒッターよりすげえやん。3割絶対打つまん。36歳の成績超えられる選手、大谷以外に出てくんのかな？36マジ？化け物やん。ご視聴ありがとうございました。